おはようございますちょっとお,お早くないですけどおはようございますえっ、ー、と今日は5月23日月曜日ですいかがお過ごしでしょうかなんかあのいろんなね天気ですけど一応今日はまあまあなんかあの 晴れ晴れないいか雨とかねいろいろですね昨日もまたちょっと雨降りましたよねという感じでございますがえっ、ー、と今日もちょっとちょっと忙しいというかすぐ出かけますのであの先に引きたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます。 おはようあおはようじゃなないいありがとうございますなんかもうちょっと順番がえっ、ー、とどうしようかななんかなんかいうことえっ、ー、とですねなんかあのまあ昨日は1泊で仙台行ってたんですけどあのまあそれはそれでそれはそれで別に何にもあれなんですけどまああの。 あのね、その対極的にっていうかその私的なこう近視眼的にあの思ってることと実際に起きてることってあんまり関係ないっていうかっていうのはいつも思いますけどそういうのもあの結局なんかあの分かんない分かんないっていうかそのことに意味付けをしていいとか悪いとか言ってるけど。 もうちょい引くと全然違う,違う解釈になることっていくらでもあるからとあ思ってるけどやっぱりそうだなみたいな,、あのー、なんか全体的にそんな感じですねなんか分かんないなみたいな,なんだ何に対しても今のいろんなさまざまな自分の状況に対しても本当に全部何とも言えないっていうか。 あの大きななんかこうあの中のししこう今だか,だから今に全部があるとももちろんいい,いうことだしだからなんか例えばだからあのまあ不瞰っていうか不瞰っちゃ不瞰だからとも言えると思うけど。あの 例えばなんか全然例えば昨日のとか昨日とか一昨日とか昨日とかもなんかすごい不思議なってか面白いこう面白い感じですけどそういうために行ったわけじゃないけどっていうのってなんかあのーえー、もう行く時からもう何ていうのかな <laughs> 行く時から別に何のうんとな何の期待もなければ。 何だろうな何にもなく、まあ、行くと何かが起きてきて何かが起きてきてそれであのあーみたいな感じでこう見ててこれはまた何かになるんだろうなみたいなことをことっていうかなまあちょっと別に具体的に出ないから分からない。 分かりにくいでしょうけどでも何も具体的じゃないけれどなんかこう動かされてるなって感じかなそのやっぱりこうなんか大きなこういうなんかあの流れが流れっていうかあのこう,うねりっていうかそれこそなんかこう陰陽図みたいなのがグーって動いてるこう例えばマグマみたいに地球の中のマグマとかだってこう動いてるじゃないですか。 それのそういう動きはどう考えても操作でできなないいじゃないですかだからなんかそこの中にそういうなんか全体の中にいるっていうのが外から見えてるとあのまあ見てみようみたいな感じにはなる見てみようっていうかなんかそ,そんな感じ。 だななっって思って思ましたけどなんかだからえっ、ー、とそ,それがなんかそれがななんかなんていうのかな結構ここ最近とか私のなんかいいか悪いか分かんないけどえー、とあんまり操作しない操作しないっていうかあの例えば人とのあの関係だ誰かと出会ってなんかその。 初めましてでもいいけど何か場が生まれた時もそこのなんか私がコントロールしてここをこういう風に持っていきたいとかこの人との関係をこうしたいとかないんですよねもともとかなそれいいか悪いか分かんないけどそうすると何か何て言うのかな何なか。 見てみようみたいのってちょっとこうあれ流れを川の流れをこう読むみたいな感じかなと思ったりするとなんかあのまあ結論から言うと異様にスムーズにいくっていうのって私,が私の意図がないそれっていいのかちょっと分かんないんですけどあの意図といえばその 細かいとこじゃなくってあのそれこそなんていうの真相の真相っていうかそこの暗示で入れちゃうようなあの本当の最終ゴールみたいなとこだけあの揺らがないであったらあと全部あのそれこそなんだろうなんか。あの そうしたらどっちから行ってもそこに行くからど,どっから行ってもそこには行くっていう風にそこがどこかっていう話ですけどでもそれってなんか人によって違うかもしれないですけどそんな感じなんじゃないかなと思ってそこの細かくあんまりこうあの細かく目先のことであれが,あれが欲しいとかあれをこうしたいっていうところを が多いほどいろいろ摩擦が増えるからなんか,あのかな分かんないけど今なんでこれを言ってんのか分かんない言うことがないから言ってるんですけどそんな感じそんな感じだったなと思ったんですねこの,あのこの2日間別にあの全然違う用事で行ったんですけどなんかあのそうそうですね そ,のそ,のそんな感じで言ってますねなんかじゃないと自分が思った通りにって言ったら思った通りになんてほとんどならないからなんか全部ダメな感じにダメな感じっていうかあのああみたいな外れたみたいにあの計画通りにいかないとかあの例えばだから、ね、すっごいだから分かりやすく言えばこの,どこの土日はエゴからしたら。 行きたくななないいここんととやってる場合じゃないとちょっとでもなんか練習するなりなんか準備するなり他にもやることいっぱいあってやばいっていうんだけども私はそういうところもそういうところとっくになんかあれなのでそこでなんかでもどうきてもどう考えてもあの私がなければあの対局的に見たらその。 神様視点で見たらこの状況でここに瀬尾真彦っていう人がいてこの人がこの日に仙台行くのがベストだっていうことってあるじゃないですかその全体としてあの私がなんかこうピアノっていうのだけ握っていなければだから私がいなければっていう時になんかあの見てみようって思うんですよね。そそれで多分なんかそれが あの計らいかもしれなくてでそんな,なんか意気込んで土日集中して何かやるぞとか言ってたら何かトラブルが起こることを回避してるのかもしれないそれはまたちょっと都合が良すぎるけどかもしれないしあの何とも言えないで例えば過去のケースとか考えても。あの 例えばなんか,なん,かなんかになった腱鞘炎とかなんかなってあ,あのあのあそこであんなにやらなきゃよかったとかあの日なんかあの他の用事が起きてどっかに行っちゃった方がとかあるいはなんか誘惑にあの誘惑っていうかその,あのにのって完全にだらけてれば。 むしろ良かったとか後でそういう風なことってあのな,な,なんだだったらなんかあの遊びにだ誰かの誘いに乗っちゃえばよかったとか例えばねこういう風になるんだったらとかいうこともあるぐらいだからその自分の良かれと思っている勤勉なエゴの言う通りにすることが勤勉であってもその勤勉であっても魂胆がしとりがちみたいなね自分だけこう言い 感じに収まりたいとかいいとこ見せたいとかっていう魂胆による勤勉さってやっぱり不純だから何かっていうことかもしれないけどとかってこともよくあるからとかもそこも思ってでもまあ行く,は行くしかないからどうせ行くなら見てみようみたいなそれでな何があるか見てみようみたいな感じで行くとやっぱりなんかこうなんていうのかなパーって流れが。なあの あなるほどみたいなそしてそのだから英語的にはそんなことやってる場合じゃないと思ってあの今はそのなんていうのかなそ,のそっちを守れば例えばそそのどっか行くとか仙台行くとかはもう意地でも断るとかうそのあの嘘をついてでもなんか何か何かんか蹴りを使って断るとか。 あるいはなんかあの、事情を話して断るとか、いろんなことも、まあ、できなくはないけどみんなが困るけどみんなが困るとかガチャガチャってなるけどそれもありですよね。だけど何とも言えないからそしてその対局的に見たら私が行くのがベストだなってあの私その。 そうすれば全てがうまくいくってことってあるじゃないですか。それでていうことはそれがなんか正しいかもしれない。大きな流れ。ではその全体がこううね。りとしてこうなんか。この世っていうのがマグマみたいにこうなってるとしたら、そこでそんな一コマの私がその抵抗したとこで、あのそのまま飲み込まれてた。溺れてどっかに流されるぐらいが落ちっていうかで、そこまで大げさじゃないけど。でもまあ。 そういうふうにあのじゃあ流れの方を選ぶとなんか新しい展開はやっぱりあって思っても見なかったとか人がなんかあのマッチ構えてたようにいるとかねそれでそう,そうすると、まあ、別に例えばその小さなそのスパンではえっ、ー、と今度の。 今度の,その6月10日とかが一番最初の関門だとするとそこには何の何のあれもないかもしれないけど1年後2年後3年後とかぐらいにはそ,そっちがなんかあのそこからの流れが今回行かないでそれをたそんな大したことじゃないんで例えばね今回行かないであれしたら1年後とか2年後とかに何かあの起こるべきことは私が。 潰したみたいになることになるなとか分かんないですけどこれだって別にもう何もないかもしれないけどでもそういうことっていっぱいいっぱいあるなと思ってあの分かんないだから結局全部分かんないなと思ってあの冷静に考えるとあのやばいとかなりますけど。あのー 冷静にっていうかエゴが冷静に考えるとやばいって感じになるけどでも分かんないんですよ本当に全部とかだからあの見てみようって思うのとその瞬間瞬間のなんか急所あのをなんか選ぶみたいな感じですかねなんかそんな感じで。あの えーとな,なんだろう19今日18とかじゃないですかカウントダウン本当にやばいんですけどまあでもいろいろなねことがかかやばいやばいけどもっとやばい時もあるしいろいろだなそ,のそれもなんかな何が何とも言いようがないのでそうなんですよねだ、まあ、全ては通過点なんであの今と一緒な今と一緒とか今なんですよね だから、あのー、それは素晴らしいことなんですよ。すべては移りゆくから、あのー、移りゆくんですよだから何かすごいいいこともあの握ってはいられないし悪いことも絶対に過ぎ去るんですよ。だかからなんかあの 素晴らししいなと思うしだからそれをなんかやっぱりちょっとあの他人事じゃないけど見てみようみたいなどうなるか見てみようみたいなのはいっぱいやりますかね。そんな感じのなんか感想でございます感想っていうかあのと思いながらなんかあれですかね言いましたっしたとか面白かったけど。 いやー面白かったですけどねなんかいろんな人がいるんだなって思いましたね本当に本当にいろんな人がいるしいや本当に <laughs> あのに桁違いな人っているんだなって思いましたねなんかあのそういうのが面白いですねその,あの自分の詩ってやっぱりだから自分があの例えばお金持ちって言ってもあの 桁が違う,が違うあのイメージできるところまでしかイメージできないからそしてなんか大体何でもそうだけどあのどの世界もあのすごい人って本当にすごい人表に出てないんで何かのご縁でこうそこにちょっと入らないと見えないそれはあらゆるところで最近思いますけどだからそのどっかの情報とか。 なんか、そういうなんか、テレビとか。なんか、あと、まあ、自分がいる場所ですよね、その周りとか。で、やっぱり、そこの、そこの世界だから。えっと、そこの自分が見え、自分が今まで知ってるとか、見たものを。超えた想像ってできない。じゃないですか、だから。やっぱり、その、それは。もう、その。 なるべくいろんなものに出会っていくしかないっていうか見ていくしかないっていうかだから宇宙行ったことない人はやっぱりなんかもし宇宙行った人から見たらこりゃ行かなきゃ分かんないよなと思ってみんな分かってないよなと思って見てるに違いないしだからまあもちろん別に宇宙は行かな,い行かなくていけないけど行かなくていいんですけどだからやっぱりできるだけチャンスがあったらあのー。 ザ実体験ですね自分の目で見,見てくるとか以外はやっぱりあんまり生きた情報じゃないからなんか信じないっていうかそれはそれって言って一応あの全部また聞きみたいになっちゃうからだなって思いましたけどそう,そうなんですよいろんな人がいるしいろんな世界があるし。 桁が違う今回も。っていうかてかでも最近思いますけどいろんなあのそうなんですよなんかひきらかしてる人は大したことないっていうことは確かかなみたいなあのな、ー、んでもセレブにしろ何にしろどんどんなんかあのそういうなんかあれが長くなっななんかあのやっぱりあのあそれも思ったなんかあのー。 えっと,、まえー、とねなんかね恵美さんにそのいろんな,なんていうのかなえっ、ー、と回想、えー、人としての成長の回想みたいので例えばあの一番あの低級なのだとその体の欲求とかそのななんていうのかな快楽とか、まあまあ、てちょっと違うかもしれないけど、まあ、いろいろあの えといろんな階層があってそれでその上の方に行くと上の方っていうのはその高みっていうかに行くとあの公になるってあの公ってことはその自分っていうものが世界になっちゃうとか地球になっちゃうから、えー、と結局なんか。 生き物としてのまたここから私の解釈だけど生き物としての本,本能っていうのは自分の命をつなぐとか生き残るっていうことじゃないですかそれでだからみんな,なんか、えー、と鍵限界があると思ってる人は人から奪いたいしあのなんていうのかなど,どっちかしかないっていう感覚だとあの敵は殺すとかなってくるかもしれないけど。 あの上,ま、上に行けば行くほど自分が個じゃなくて全体になっちゃうから、えー、と同じようにその自分の命をつなぐっていう欲求だとしても、えー、とみ世界のためにみたいな感じにあのみんなのために自分の持てるものを使うだから自分の能力を使うとか。 もうそうだしお金がの人はそこにお金を使うみたいな発想がなんか本当にそうなってるなーっていうのは最近すごい思いますねなんかあんまりそういうの考えてなかった時はなんか嘘っぽいなーってその偽善っぽいなーって思って私がもっとこうあの私が私がまあもともう私は俗欲のなんかあ,のあれだからあ,のあれが欲しいとかそういうのとかの。 どっから見るとなんかその無視な感じっていうかそのっていう話を聞くと嘘っぽいなと思ってたけど本当にそういう人見るとなんか本当にそういうそういうなんか感じの人っていてあのそれでなんかなんかそのエミさんから聞いた話がちょっとつながって ちょっと踏に落ちるっていうところはあ,あ,る,あるなぁと思ってやっぱり違うなんかこの世のよかれとされてる情報とちょっと違うんですよねそ,うそ,そこがそこが違うと。であの前そのああと思ったのがやっぱりそ,のそういうそういう系の話でえみさんがしていてあの例えばねあの すごい微妙で説明しにくいけどなんか、えー、と体にいいとか、あのー、オーガニックとかダイエットとか、あのー、いいものを食べましょうっていうのってまあどう考えてもいいことではあるじゃないですか。だけどそのその動機が、えー、と自分の健康自分の健康長寿自分の美容 だから自分の体を怪我したくないからオーガニックを食べるとかあそ,うそ,こそこでやってる人がほとんどなんじゃないかって言っててそれでえっ、ー、とあのでその公の方の人はそうじゃないって言っててあの地球を守るために、えー、と農薬はよくないとか。 えーと例えば小食にするのはダイエットのためじゃなくってそのみんなで分けるためとかあるいはそのあの不必要に不自然に作物を育ててあの例えば遺伝子とかなとかまで操作してまで大量に作ってっていうのってやっぱり人間の英語じゃないですか。だかからそこののために自分の美とか全然 関係なくそっちのために小食にしてる部類の人がいるって言ってでなんかあ確かにと思ってで見回すとやっぱり 2, つ2種類あって、あのー、すごいギャーギャーギャーってやってるけど、あのー、なんかけんがある感じっていうかその何て言うのか誰よりも生き残ろうとしてる感じでなんか、あのー、ものすごい神経質に。 これがオーガニックかどうかとかこういちいちこう見てそれ悪いことじゃないけどいう感じの人とあのじゃなくてなんていうのかなあのじゃあ逆にそうだったらもう皆さんオーガニックどうそこになんか例えばいろんなチョイスがあってオーガニックが人気だったら皆さんどうぞって言ってあのジャンクなものを選ぶっていう公の人とかもいるし。あの 例えばそのジャンクなものだって誰かが心を込めて作ったわけで,でそれをんかゴミって感じで叩き捨てるっていうのもちょっとなんかその違うみたいあのやっぱりよく考えてなかったけどやっぱりちょっといたって感じするじゃないそういうの見ると。 なんかやっぱりそのそうなんだったらもうせっ誰かが作ったそれだったらあのー、だからやっぱりなんか意外とすごいお坊さんとかああいう人ってあのそんなになんかあの何、ー、て言うのかなピピリピリしてなないいじゃないですかその一休さんとかお酒飲んでの <laughs> お酒飲んでお肉食べてなんか女女性大好きとかそういうのも一回回ってあのー。 そういう,なんかそういう視点だから、もう全部がオ、OK、ッんか今千穂さんが「愛が一番の材料ですね」って言ってるけどやっぱりそれこそ神の愛からこの世が生まれてるとしたらそういう感じになっちゃうのかなと思ってやっぱり一休さんとかかっこいいじゃないですか一番。だけどあれはなんか、 俗欲まみれのなんかあ俗欲まみれってなんかあのあれあ嫌う人もいるあのパリサイ人みたいなその全ての規約は私は守ってますみたいな決してなんかあの反していませんから天国に行くのは私だみたいな人の真逆だけど、あのー、究極の優しさなんじゃないかなと思ってなんか。 そんなな感じなんでそこに話がいあだからなんかいやすごい人ってなんかあのあ本当になんかあの発想の基準が違うすごいってやっぱある意味だからあのその寄付っぷりとあの裏でのなんかあの出しっぷりとかすごいとかねお金のとかそういうのも。 なんかちょっと私のなんかせこいなんかあの小市民みたいなのはなんか目からうと鱗みたいなことってあるあの知,知識でもあのそういう知の巨人みたいな人でもあのもうなんかどんどんこう隠れていく方向に行くんだなと思ってだからその自分がなんか称賛されるとかいうことにあんまりもう快感が なくてその地球全体を良くするために自分の血を使うじゃないけどそうなって本当にいるんだなっていうことをなんかあの時々感じる今日この頃ですけどなんかねあのでもまあ知れてありがたいっていうかそうするとあそうするとあなんか結論に言ったのは私がなんか結論でもないな、ね、言い訳かもしれないけどそんなね私ごときがそんな。 わずかなお客様のあのー、わずかなってお客様悪く言ってんじゃなくてその,ききあの既得なあの方々ですけどとかの,その小規模なところで、あのー、間違える間違えないに異様にこだわる間違えないとかそのレベルじゃなくて本当に低級だからやっぱ今やばいんですけどでもそこに異様にこだわるのってなんか違うのかなっていう。 のもあ確かにだからこう仙台行ってちょっとちょっと桁違いの人がいたのでそういうの見るとあなんか小さいなと思って私がって思うと、まあ、その発想の転換って結構大きいからそれだけだって結構な恩恵かもしれないんですよねよく考えたらね。とかね。あのでやっぱりそのそうだから例えば料理人だってやっぱりすごい人は自分が消えちゃうっていうか。あの 読み人知らずじゃないけどその表に出てって言ってもそれはそれでいろいろなあのそういう,そう意図でそういう人もいるでしょうけどあの何が悪いとは一概に言えないけどだからなんかもしかしたらなんかまた言い訳になるけどあのなんかあの私が完璧じゃないことによって。 あの誰かがホッとするかもしれないとか <laughs> まあちょっとそれはあれだけどあのとかまあわからんなのだから完璧を目指すのも動機なんですよねだから結局同じだから同じ自然食を目指すのでも動機だって言ってあの自分の美容のためにやってたらもうなんかそのか階層はあのすごい低級だっていうのって。 すごいびっくりびっていうか考えたこともなかったからだったけどそういう感じでその自分が褒められたいっていうか自分保身のために完璧をもし目指して練習してって完璧に弾いたところで同じ完璧でもまあ完璧にはな絶対にならないけど全然なんかあれであのじゃなくてそ,のそこの場としてあの集った方々と。 あのーまあ、宇宙へっていうのは私にとっての宇宙へっていうのはその宇宙って境界線がないとか無限とか自由っていうことだと思ってるのでみ,みんなでちょっとでもこうなんかそういうねなんか解放された気持ちとかなんかになれたらいいなっていうところにだから私がいないところから目指すのとでは全然違いますよね。 なので確かにあの2日間ロスしてもそういう価値はあるのかもしれなかったっていうことになりましたけど杉山様が「そっか」って,ってお金は天下の回り物」みたいな富豪そういう意味あるかもってそうあのなんかあのガタってこうあれがある気がするあのお金持ちに私知らないからそんかそんなに知らないから。 その上はまたいくらでもあるでですよでも私から見えてる世界であのものすごいなんかあのなんていうのかなあのえっ、ー、とシビアなお金にシビアで、まあ、あるところはシビアていうかお金にシビアで本当にこうあの全部のお金を把握してそれであのまあなんていうのかな 1>, 1円からこうわわ割り勘にしていくとか例えばとかあとそのなんか上げるとしたらこれギブアンドテイクでこれはこの効用があるからっていうかこれのための投資だって言ってあのボンと出すとかそういうなんかはっきりこう分かってるみたいな感じのとそこ1銭超えちゃうとなんか、あのー、もっと大きな単位になるので大きな単位っていうのは金額じゃなくて。 あのー、なんかう宇宙って言ったらまた変だけど鐘は天下のまな回り物的な感じで、あのー、どんぶりっていうのも違うけどそのその代わりそういう人ってダイナミックに入るんですよねまたよく分かんないけどなんかその感じが面白いのでそのなんかそのダイナミックに使えるっていうのは。 なんかあの自分その天下の方に自分がいる天下の方にっていうかその自分なんか全部が自分だからですね多分だから人にあみんなに例えば困ってる人にバンってあげちゃったとしてもそれも自分だからなんか自分が痛くないんですよねあの本当にその,あの嬉しそうにこう人が喜ぶと自分が嬉しいっていうのが本気で。 あれするる人がいるんだなって時々思いますけどだからそのいろんな例えば自分の知識とかを知識とか自分の技術とか何とかをこう人に分けていくっていうのもあのあのだってあのオープンソースとかみんなそう,そう,い,う,そういうのかあともう完全にこう隠すみたいのと、まあ、ちょっとその辺も私は分かんないけど。 あ,のある一線越えたなんかこう周りがいい人ってそんな感じもあるなとか思ったりしましたけどなんか話がちょっとそんなところに行ってしかも全然急いでるのに終わらないけどなんかまあでも私,私的には、まあ、結論に達したのでそういう意味で開き直って、まあ、あの視点を、ね、そっちに変えてあと18日間行きたいと思いますのでよろしくお願いいたしますということでしたじゃあ終わりたいと思います。 今日はえっ、ー、と五月の二十三日月曜日です。えっ、ー、と、えー、今日が素敵な一日でありますようにありがとうございました。ではまた明日の朝に失礼します。ありがとうございます。